はい、どうも、不明だようです。今回ですけども、新セットツム、スターウォーズのね、セットツムがめちゃくちゃ強いということでですね、カラフルミッキーのセットツムと、あとはパイロットルークの比較動画ですね、やっていきたいなと思ってます。で、一応、まあ、スターウォーズのセットツムに関しては、この、プレイに関してはね、1万枚超えてるんですけど、今使ってですね、平均万枚ぐらい、あんま行くか行かないかぐらいの平均は出せるようになってきております。で、新ツム評価&引くべきかのね、動画も、本日上がるんですけれども、まあ、その時のプレイなんかは、1万1000枚超えてたりするんで、そう、強いんですよ。で、多分その時のやつを、この、1分効率とかその辺をですね、やれば、さらに、伸びが見れるんですけども、まあ今回は1万枚の動画でということで比較させてもらってます。で、パイロットルークは1万2000枚ぐらい稼げたやつで、カラフルミッキーは1万3000枚ぐらい稼げたプレイになってます。まあ、カラフルミッキーはね、ちょっとね、苦手なので、まあそんな稼げてないかなと思います。で、パイロットルークは、まあ、いつもちょっといいぐらいのプレイなんで、まあ基本的にはもう、大体同じ感じに、このプレイして、出た結果かなと思いますんで、はい。っていう中での比較なんですけれども、それでもですね、このセットツム、全然上なんすよ。この、パイロットルークと、カラフルミッキー含め。っていうのもですね、まあ、このツムね、ワンプレイ短いんですよ。で、今これ比較してもらってってわかると思うんですけど、コインの伸び、早いっすよね。この2体より。今、パイロットルーク5200枚だけど、セットツム6174枚で、で、カラフルミッキーと比較してもですね、ほら、3、400枚ぐらい。400枚ぐらい多いっすね。っていうところでね、効率がね、実はバチクソ強いと。いうことで、そう。で、コツもですね、まあ、やっていってですね、まあ、なんとなく、こんな感じになるのかなというところはつかめてきてるんで、またその動画はね、使い方の動画は、多分明日ぐらいに上げると思うんですけども、はい。っていう感じです。まあ、もしね、自分よりもしかしたらね、いい使い方を、知ってるっていう方、これをやったら稼げるんじゃないかっていうのがもしあればね、ぜひコメントで教えてください。はい。っていう、まあちょっと余談なんですけども。はい。ほら、見て、今、比較してもらってわかると思うけど、ほら、もう700枚、800枚ぐらい差ついてるでしょ。同じ時間軸なのに。ほら、1000枚差ついてる、1000枚差ついてる、強っ。っていうことでね、めちゃめちゃ強いんで、皆さん、ぜひ、ゲットしてほしいなと、勝手に思ってます。ただね、やっぱね、難易度的にはね、この3体の中では、どうだろう、カラフルミッキーよりかはね、使いやすいかなとは思うんだけど、難しいんでね。はい。そこはちょっと気をつけてもらいたいなと思います。はい。では、パイロットルークも、カラフルミッキーも、まあ、強いっすね。カラフルミッキーもさ、この時点でも、パイロットルークより超えてるとか、まあ、ほぼ同じで、秒数こんだけ残ってるんで、もうパイロットルークよりカラフルミッキーの方が強いっていうのはまあ証明されちゃってるんですけど、それでもちょっとカラフルミッキーあんまね使わないですよね。ライブでも強いんだけどもみたいなやっぱ難しいので、おじじには大変でございますよ。はい、ということでパイロットルークは12384枚というところですね。で、まあこれね、まあ3体とも、まあ、プレイが終わった後にですね、まあ、プレイ時間どれぐらいだったのかと、コインがどれぐらい稼げてて、まあ、1分効率どうなのかっていうのが、記載されてますので、まあ、そこもね、参考にしてもらえたらなと思います。1分効率に関してはですね、アイテム差し引きした時の、ところと、あとは 1.3 倍、コイン倍率が、まあ、平均 1.3 倍近くなので、まあ、1.3 倍入れた時の、まあ、1分効率を出してますので、まあ、ぜひね、そこを見てもらえたらいいと思うんですけども、すごいんですよ、セットツムが。1分効率でもね、結構差が出てるんで、
はい、ということで以上になりますけれども、さあ出てくるかな、さあ出てきましたよということで、まあプレイ時間はね圧倒的に3分20秒の、スターウォーズセット積むということで、で、ございまして、1分効率見てもらって分かる通りですけれども、なんと300万以上差をつけて、効率がいいんですよ。ということでね、コイン稼ぎランキングではまあだいぶ上位に来ると思います。はい、のでまた時代が変わりましたね。インフレも起きて、はい、ジャバザハットも来まして、強いスコア積むですね。ということで、今月の新積むはめちゃくちゃ強かったよっていう、まあ参考になる動画になったんじゃないかなと思ってます。まあまだまだね、第2弾新積むも来ると思いますんで、まあその辺もまあちょっと期待しつつ、あとはスターウォーズセレブも来ますので、まあその辺もですね、ちょっとまあいろんな積む紹介していきますので、皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。セット積む皆さん使えてますでしょうか。楽しいですね、難しいけど。では以上で終わりたいと思います。あざした。Bye.